こ、みんな、どこ。私は生まれてからずっと目を隠されて生きてきた。当時私が住んでいた町は宗教や信仰に対してかなり忠実なところだった。そして私はその町でも神の生まれ変わりとして目を隠されていること以外は何不自由なく過ごしていた。私、どうしたら。ち、ガキ一人残ったか。あなた、誰。クソ、胸クソ悪い。こんなガキを利用しようとしてたのか、あのクソども。しっかり捕まれ、絶対に話すなよ。はい。後から聞いた、悪神教が私を狙って町を襲撃したらしい。私の住む町は神の教えに従う聖職者の町であり、私はその町のご神体として重宝されていたらしい。だけど、神の殲滅を目論む悪神教の標的に定まってしまった。そこから殲滅が始まり、町の住人はほぼ全滅。私は私を守る守護者の能力によって少し離れた山まで移動し、逃げ切れたらしい。そう、後から全部知った。私の存在が町の住人を殺したんだと。おい、シェーン、起きてるか。白鵬、今日もお見舞い来てくれたんだね。お見舞い、罪の女、様子を見に来ただけだ。それをお見舞いというのだよ、白鵬。私は地球防衛軍の医療施設で1ヶ月ほど入院していた。その間、毎日白鵬が私の様子を見に来てくれた。とりあえずお前の引き取り先が決まった。体調も良好と医者から聞いた。よかったな。わお、もうこのニート生活を満喫できなくなるのか。それで私はどこに行くの。俺の家だ。白鵬の家。仕方ねえだろ、お前の体は特殊だ。そんな奴を一般人やそこらの中途半端な能力者に渡せるか。それに養子を得る条件の婚者であること、これがどいつもこいつも満たしてやがらねえ、というか俺しかいなかった。へえ、白鵬って結婚してたんだ。ということは子供もいるの。ああ、住んでる場所は違うが、お前と同じ年の12歳の娘がいる。へえ、なら仲良くなれそうだね。でも住んでる場所違うのに私は白鵬と一緒に住んでいいの。ダメに決まってんだろ。そもそも俺と娘が住んでる場所を変えてるのはバカどもに感づかれないためだ。だがお前は俺の娘ほど信用ならんからな。お前が普通の生活を送れるようになるまでは同居だ。それからは好きにしろ。はあ、真実だけど痛いところつくじゃん。ちなみに名前はいつも通りシェーン、バイスを名乗れ。一応正式はシェーン、つく読みになるが、それだといろいろ面倒だからな。語呂悪。とりあえず明日いいんだ。その時に祝いをやる。それサプライズでやるものじゃない。いい年した大人にそんなユーモア求めんな。こうして、私は6年前から正式に白鵬の養子になった。つまりことかちゃんとは義理の姉妹になるのかな。退院おめでとう、シェーンちゃん。ディオ、早くさっきのやつこいつにつけろ。いつまでもこの状態だと不便だろう。あらあら、さすがは既婚者、面倒見がいいことで。シェーンちゃん、包帯外すけどよしっていうまで目を開けちゃダメよ。はい。シェーンちゃんって、ずっとこの状態だったの。ですね、今まで目を開けたことはないかも。なら視力が通常になるまでの間、かなり苦労すると思うけどリハビリだと思って頑張ってね。わかりました。はい、これでよし、目を開けていいわよ。うわ、眩しい。そのコードでも眩しいと感じるんだな、興味深い。まあ、今回初めて視覚からの情報を得たわけだしね。シェーン、まだしっかり俺の手を握っていろ。慣れるまでは俺が補助してやる。白鵬ありがとう、リオ先生もありがとう。これからはこのぶっきらぼうな親と一緒に頑張るのよ。ほら、行くぞ。こうして私は第二の人生を歩む。相手は質量勝負で私の反物質の消耗と尺度を測ってる。巧妙だね。去年の試合でも見て情報を得たのかな。まあ、思惑通りにはさせないけどね。そこまで私の反物質が怖いなら反物質なしで挑んであげるよ。近接物理だね、望むところだよ。あれか、近接もかなり自信あるのね。まさかかわすんじゃなくて受け止めに来るなんて。へぇ、見えたんだ、さっきの攻撃。時間操作しなくてもそれなりにできるみたいだね。安心安心。能力もすごいけど、近接もかなりできるね。白と互角なんて。互角、どう見てもシェーンちゃんの方が強いでしょ。え、なんで。白は常に全力で攻めてるけど、シェーンちゃんは緩急つけて、適度に相手を狙う余裕がまだあるもん。それにポジションを取ってるのはずっとシェーンちゃんだし、白ちゃんも優位に立とうと頑張ってるけど、あれだけ緩急つけられたら隙もなかなか生まれないよ。自分は近接からガチのくせに知識としては把握してるのがもったいない。くぅ、ポジションがうまく取れない。後手に回っちゃう。相手の攻撃のカウンターを狙って隙を作っていく。はい、捕まえた。そのカウンター狙いを待ってたんだよ。青木先生。どう？高密度の反物質の光は、目の神経を超えて脳もいい感じに仕上がったんじゃないかな。あは、カウンターを狙う前に使っていてよかった。焼きか蓬莱、寸印。
10秒以内の出来事を認知した状態で術発動前に戻す。嫌な予感はしてた。だから事前に数人で行って目の様子を伺ったんだけど、数人使ってなかったら廃人になってそのまま死んでた。なるほど、時支配らしい能力だね。まさか数十秒の出来事をリセットするなんて。これで相手も素直に私に有利な近接には持ってこなくなる。手の内を一方的にバラされるのはいい気分じゃないけどね。やっぱり二つ目の策で押し切ってみよう。二つ目の策は必要で押し通す。反物質と物質が衝突することで物質だけが消え、その場には衝突の際に生まれた莫大なエネルギーだけが残る。大きい物質にはそれ相応の反物質を、それらが混ざった反動でチェーンさんを倒す。そして私は悪神挑戦で建物崩壊を防いだ。ヤツカ蓬莱の技でその反動をしのぐ。ヤツカ蓬莱を下まには少しの間、時間を切り抜いて外部と内部の干渉を完全不可能にする。そりゃあ、来るよね何度も。なら今度は私がその可能性を潰さないとメンツが保てないよね。アンチムターカルゲット。そんな、反物質の反動が全部こっちに。生まれたエネルギーを自分の攻撃に利用した。ということは質量勝負は互いに無傷、なら質量勝負はおあいこってことだね。ただ、その壁がいつまで保たれるかだけどね。アンチスターク。反物質を私の体の周りにまとうことで究極の破壊力を常に生み出す。もちろん地震に衝撃がいかないように何重にもアンチマターカルテットを発動する。我慢比べとしようよ。あなたの壁が勝つか、私の反物質が勝つか、ここだけ勝負だよ。ねえ、教えてよ。チェインちゃんの師匠って誰？誰がそこまであなたを育てたの？面白い質問をするね。私の師匠は発光だよ。体術、オーラ、能力、生活、常識、私をここまで育てたのは発光。私が一番発光の意志を継いでる。だから私の言って言っては軽くない。たくさんにもいろんな思いを背負ってるのはわかるよ。でもね、それ以上に私も大事な思いを背負ってるんだ。ここまで私を育ててくれたみんなに恩返しがしたい。私を育ててくれたことを誇りに思ってほしい。物質と反物質の粒子が私の周りで混ざり合うことで起きる最大級の一撃。リセットアンチマター。私の玉の中、時空の壁が、やっぱり反物質を理解しないとダメだ。私はもう足手まといは嫌なんだ。守ってもらうだけの弱い自分が嫌いなんだ。だからもう諦めるのはダメなんだ。あの一撃で分かったよ。チェインちゃんだって同じなんだね。大事な人に認めてもらいたい。だから強くなって自分は大丈夫だって証明したい。なら私は絶対に負けれない。私だってそのために強くなったんだから。自然支配、霞に舐める革命の層。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。